ですね。いやー来ちゃいましたね来ちゃいましたね。いやいやいや、これはちょっと俺予想外でした。うん、いやなんかね、武器は来るのかなって、まあガチャ更新は来るのかなっていうのはまあ来るじゃないですか、ビジネスなんで。これ多分回復系だよね。だってほら、このほとばしるなんかこのカラーイメージ、なんか緑でもまとってるじゃん。でこのゲーム緑ってもう回復を連続させるじゃん。いやーこれ回復だったら俺引かなきゃいけねえんだよな。いやいけないことはないんだけど、俺未だに悟りの杖とか持ってないんで、光のタクトで頑張ってんですよ。で最近さ、光のタクトだとちょっと限界を感じてきててさ、ロザリーの杖も持ってないしさ、あのね、まあ今から始める人も、そう、もうすでにやってる人もさ、温度低いのやめた方がいいです、やっぱり。これ、まあ出てみないと分かんないよ、まだ回復かどうか分かんないけど、これもし回復杖だった場合、まあ杖じゃなくてもいいや、回復のね、上限が結構、回復量がめっちゃ、200以上とかね、250とか出せる回復の武器だったら、斧は絶対引かないで、こっち引いた方が絶対いいっす。まあなんでかっていうと、やっぱさ、それわかるよ俺も気持ち、火力出したいんじゃわしはっていうね、攻撃こそ全てみたいなさ俺もそういうタイプだからさ、基本的には攻撃が最大の防具になるみたいなさ考え方なんで、基本的には。ただこのゲーム、あの回復量ってぶっちゃけ火力と同じぐらい、あの価値があるというか、裏の火力みたいなもんなんですよ回復量って。あの回復量が上がれば回復薬を2枚から1枚に減らせるんで、それすなわち攻撃の手が2人から3人に増えるんですよ。それがものすごいでかくて、なんでこれもし回復だったら俺金ないんだけどな、斧に使うべきじゃなかったよな。俺だってホーリークラッシュマジ使ってないんで今俺ほんとあの子マジで倉庫版なんですよね、常にマジで。ということでね、来ちゃいましたかと。まあ明日になってみないとね、詳細わかんないんで、まあ、なんとも言えないですけど、回復勢だった場合、まあおっさん今、おじさんね、マイレージポイント今2万ポイント所有してるんで、で、多分、いつもみたいにさ、10連分はさ、チケット配るでしょ。まあ、30連はもう無料で回せるのよ。そこで、まあ、これ出てくれれば決まる。まあでも2本は欲しいかな。2本は欲しいかなって思ってるから、厳しいな、課金かな、わかんないけどね、明日になってみないとちょっとガチャ更新来るたびに課金してたらきりないんで、そういうことは本当しない方がいいんですよこのゲームというか、まあどのソシャゲでもそうだけど、スルーするところはスルーして、ここだって思うときは引いた方がいいんですけど、なホーリークラッシュが余計だったよな、あれ絶対そんな価値ないもんいやマジで持ってる人には申し訳ないっていうか、俺も自分で持ってるからあんま言いたくないんだけど、こっちだよ絶対、もし引くなら多分俺はそう思うけどね。はい、そんな感じでね、まあちょっと長くなりました前振りがね、ということで今からまあっていうかごめん、もうちょっと話していい俺あれなんだけど、どこでもメガモンになってからさ、俺ね数えたんだけど、ゾーンは90体ぐらい、89かな、でバラモスが86で、ダークキングが18体倒してるんですよ。で合計で194、5体なんですよね、193、4、5ぐらい。俺ねもうちょっとで200体ぐらいなんですけど、どこでもメガモン始まってから200体買って、俺 S ドロ1回なんですけど、やばくないか、やばくないですか。っていうかそのさ、枯れる上限が決まってる時にさ、その引き弱っていうかさ、運リアルラックが低くなるのやめてほしいんだよな。努力してカバーできないじゃん結局俺だってゾーマはもしどこでもメガモンの仕様じゃなくて前の仕様だったら俺絶対4体揃えるまで多分やってたと思うんですよ。ダークキングも同じぐらい俺4体欲しい、できれば俺はね。まあ4体はいらないと思うよさすがに。まあ2体持ってれば間違いないかなっていう感じのレベルではあると思うんだけど、俺は4体欲しいわけよダークキング。
まあこのままだと絶対無理だけどね。ああ200体買って S ドロ1回って舐めてんのかって話だけど正直ひどすぎないか、さすがに。まあもっとひどい人いるんかな。今のところ200体さやって、え、どこでもメガモン始まってから S ドロ1回もないよって人いる？多分いないと思うよ、そんな人。さすがにね、さすがに1回しかない。俺みたいな人は多分いるかもしれないけど、1回も S 落ちてないよって人いたら教えてほしいな。ということでね、すいません、マジで今度こそ行きたいと思います。ね、今日もフレンドさんにね話しかけていきたいと。噛んじゃったけど、話しかけていこうかな、話しかけていこうかなっていうか、紹介がてらというか、お礼ですね。フレンドになってくれてありがとうございますと、ね、全然下回ってないけどね。いやー、ちょっとこれどうしようかな、引くべきか否かみたいな。あ、で今もうね、あのフレンド枠がもう99、まあ、あと1人入れられるんですけど、自分から送っちゃってる分もあるから、100にしちゃうとその許可が下りないっていうのがあって、だから99で止めてるんですけど、まあ、もらった申請、これ大さんありがとうございます。ね、許可は下りられないんですけど、枠がいっぱいすぎて、もうフレンド申請してくれたらもうフレンドみたいなもんなんで、いずれね、ちょっといじっていこうかなと思ってますんでよろしくお願いしますと。ということで、ちょっと動画が長くなりすぎんな、ちょっと雑談多すぎたな。ということでね、ちょっと今日はね、バトマスターさんからいきたいと思います。もう名前からしてもバトルマスターやるために生まれてきたみたいなねところあるんですけど、ありがとうございます本当ね。まあ、バトルマスターがやっぱね、なんだかんだ言ってやっぱり瞬間火力出せるのが一番、やっぱバトルマスターが一番強いっすよね。うん、瞬間火力の面で言ったらね、うん、ただ継続火力とかで言うとやっぱり魔法戦士とかになるのかなっていう感じはあるんだけど、アリアハンのいいっすね、アリアハン4突これやっぱ強いっすよね。アリアハン4突は普通に使える。うん、あ、天空の剣、あメタスラの斧いいな、メタスラの斧マジいいな。お、2本持ってるやべえメタスラの斧2本はもう格殺ですね。メタルホイミ初手メタルホイミに逃げなかったら、メタスラの斧2本持ってればもう格殺なんでね。っていうか1本でも格殺、わかんない、俺持ってないからわかんないんだけど、すげえメタスラの斧2本はちょっと贅沢だな。これメタルダンジョン大暴れじゃん。っていうかこれで会心率上がってたら完璧だけどね。心、あ、ディーン体制いいっすね、いいっすね、いいっすね。あー、エビルプリスト A 超親近感湧く。俺もエビルプリスト S 持ってないんで A で止まってるんですよ。 そこの時ね、時期的にちょっとねガチれなかったっていうのがあって、エビルプリストの S はマジ欲しいっていうか、俺今さ一番復刻してほしいメガモン何って聞かれたら、まあ間違いなくエビルプリスト1番なんですよ。で2番目がねキングレオ、これがほんとキングレオね失敗した、ちょっと侮ってたなっていうのがあって、何がやっぱねこのゲームね結構大事かっていうと、会心率、もうこれはほんと大事っす。うん、でキングレオって S だと 5% 漏れるんで、 5% って破格なんですよ、破格。うん、なんでちょっとキングレオは2番目で欲しいな本当に。あー、いいですねキングレオも、あー、メガデーモンね。で回心率上げてるよね、もちろん。あー、やっぱ分かってるね、分かってるね、回心率 上げてきてるね、真珠でね、分かってる分かってる分かってますね。うん、なぜ癒しの真珠なんだろうこれ。あ、賢者だからかな、レンジャーだよね、なんで癒しなんだろう。まあまあまあいいでしょういいでしょありがとうございます。で次アラさんですね、アラさんありがとうございます。アリアハンのね、最近喉痛いんですよね、なんか調子悪いんだよな。あ、雷神の槍3突いいな。俺雷神の槍マジ出ないからね、本当にこのアカウントね雷神の槍ほんと嫌われてるとか、デイン族、え、3突2本えぐ、3突2本4突にもあえてせずに3突で止めて3突にしたとおつなことしますね、なかなか、なかなかそれは、うん、
あーいいな悟りの杖。俺マジ悟りの杖コンプレックスあるかんな。ただそのコンプレックスももしかしたら明日で消えるかもしれませんね。いやでも俺明日そんなに回したくねえんだよな。なんて金ないからねこの前使いすぎたよ完全に。で光のタクトと、あ悟りの杖と光のタクト、あ光のタクトか。やっぱ悟りの杖いいな、羨ましい、めっちゃ羨ましい。で心、あメタルハンター懐かしい。ってか今でも普通に強いですからねメタルハンターは。俺も2体持ってますけど結構わりかし、あーとね最近まで結構使ってはいましたよ。あのやっぱさアームライオンとかさヤマタノオロチとかやっぱあの辺が出てくるようになってからは結構ちょっと出番が少なくなっちゃったかなっていう、さすがにね、さすがにうんと思うけど、あとメタルドラゴンとかが出てきちゃったからね、その辺が出てこなかったら全然まだ。あーヘビリプリストの S いいなー、超羨ましい。っていうかね青の心でこの耐久力はやっぱ強すぎるんですよ。いや青の心で耐久力漏れるのってマジでやばい。っていうかあとフォークブリザードがヒットポイント全然これより高いんだけど、やっぱ全体的なね力とかも全部総合的に考えるとやっぱりエビルプリースト青ではやっぱ一択かな。キングスライムは正直ねノラの時にはレベリングの時には使えるんだけど、一番ねやっぱレベリングの時に耐久持ってもしょうがないから火力全振りでいいからキングスライムが一番なんだけど、やっぱ高難易度とかさ強敵とかてか難しいクエストは絶対エビルプリースト一択だと思うね基本的には。で混乱耐性 S、 バラもあデスピサロの S も持ってる。俺もうデスピサロの S もね手抜いたんすよ俺緑の心基本手抜いてるから。そう癒しの真珠2個ある。あ特技ダメージにいっちゃったね。特技耐性はいいけどね、耐性はいいけどね癒し真珠、特技ダメージはちょっと余計なんだよな。あデスピサロ2、えとかエビルプリストも2個持ってる。デスピサロも2個持ってるし、やば超羨ましいんだけど。トラッピさん、ペコタン、チュウスケ、あらなんか名前が可愛いな全部トラッピ、ペコタン、チュウスケ、名前が全部いちいち可愛いな。ありがとうございますね。え次パープルさん、パープルね、もうパープルってもう名前がもう物語ってるかのように、もう見た目がもう紫一色だな。紫が好きなんでしょうね。パーちゃん、パーちゃんって呼びます。パー、あ、いや、ね、ギャグかよこのアバター俺ね神田田装備は唯一ではないな、全然欲しくなくて俺神田田装備。うん。でもそういう時にさ限ってさ、なんか物力センサー発揮してない時に限って結構出ちゃう。俺さから最初の無料で配られる福引券でさ神田とトマホーク 2枚出たからね、あんま欲しいなと思ってなかったんだけど、な武器が出てくれたのはまだ幸いだったね。グレートアクセメタスラの剣、あーこれなんか心理セットにメタスラの剣ってちょっとかっこいいね、なんかある意味のギャップみたいな感じ。あーいいな常闇の槍だ、常闇の槍っていうか俺バトルマスターは本当に欲しかったんだよな、めちゃめちゃかっこいいじゃん見た目。常闇の槍めっちゃね憧れてた当時、っていうか今でも普通に欲しいしね。俺ドルマ属性の S の和田樹の真珠3つ持ってるから今でも普通に欲しかったりする。ドルマ属性の武器は俺持ってないんで達人の、あこれは多分メタル系に 対してのね対策でしょうね。メタル、あエレメント系、激エレメント系は結構7章でエレメント系多いから熱かったりする。で器用さって何なんだろうねって話で、俺も未だに器用さの意味がわからない。うん。キラマシン S いいっすね。キラマシン S ここにもつけていく。うん、あ、踊る宝石とゾーマ2個ずつある。やば。スカイマ。スカイマ懐かしいっすね。うん。激植物系。力20、いいな、これローズバトラーが来た時に輝くやつだよ
ローズバトラーが来た時に輝くやつだね。植物系のダメージプラス10と力20、めっちゃいいよね。いや植物系ってローズバトラーしか思い浮かばないのよね。植物系って虫系は全然思いつかない、正直。うん、いいですね、ありがとうございます。じゃ次、イルさん。イルさんはこれ、あの地元の、あの多分もう昔からね、あのメガモンとか結構一緒にやったりとかしてるんで、地元の人ですね、多分。まあ多分というか確実に。イルさんめっちゃ強いからな。うん、イルさんはあのめちゃめちゃ素早く超高難易度とかさ出たらすぐにクリアする人なんで、結構見習ってる部分はね結構多い俺の中で。ていうか真珠もやばいんでね、この人で。アームライオンのエースもきっちり持って、ボーンナイトとかも持ってるんで、この人はね正直ガチガチのガチ勢です。うん、で悟りの杖2凸でしょ、ラーニアの杖も持ってる、氷の杖も持ってる、ロトの剣も持ってると。まああんま言うことないっすね、もう文句なしに近い。で次、美奈子さん。よろしくお願いしますね、美奈子さん。ありがとうございますね、ほんと。美奈ちゃんって呼んでいいかな。美奈ちゃん、美奈ちゃんね、ちょっと慣れ慣れしいなこのおっさんと思ったでしょうけども、まあ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 、そこはやっぱ多めに見てくれないと。交流の爪、ゴシックパラソル、うん、明獣の八金、あーこれはなんかすごいアッテレコ感があるからな。ただ基本みんな青髪なんすね。青で髪の毛は統一してくると。なるほど、そこにちょっと一つのこだわりを感じますね。うん、であメタルライダー懐かしい、ホークブリザードの S、 おお、ゾーマ S、 一つ目ピエロ2個持ってる、いいな。俺1個しかないんですよね。A3 個あるからあと1個で S2 個目いくんだけどね、なかなか3個、1つ目ピエロ3個あるぞ。いやー4個え、1つ目ピエロ大好きじゃん。で竜王は持ってないんやな。うん、1つ目ピエロ4個だけど、1つ目ピエロになんかこだわりを感じるね。なんか青髪といいね、なんかある人のこだわりを感じるな。今5人やったもん、1、2、3、4、あ、やったね。え、ということなんで、まあ今日はね、ちょっとまあお話も長くなっちゃったしね、尺的にもちょっと限界なんで、今日はねこの辺で。いや明日楽しみですね。あーどうなんだろう、明日回復なんかな。回復だったら俺ちょっと明日もしかしたら暴走しちゃうかもしんないな。ということでね、まあ今日はこんな感じで。